世の中ってさ、まあいろいろあるじゃないですか。で、僕洋服の動画とか上げたりしてるんですけど、まあそのなんていうんだろうかな。まあ別に高い服だからいい服っていうのはまあまたちょっと違うんだけども、でもある程度値段に比例するよねっていうのは俺常に思ってることなんだよな。やっぱり安い服ってやっぱりそれ相応だよなっていうのは。結構マジ言えると思うんだよな。何でも同じかっつったら同じではないよねっていう。あ、一体やられたかこれ。ナイス、うまい。どうすか。これ塗っとこう。ってね、本当思ったね。思ったねってか思ってますね。危ねえ。いいじゃん。前もずっと攻められないけど。ローラまだ生きてんのか。ナイス。ナイスナイス、うまいうまい。追撃は無理か。アサリどこやろ。もう上取っちゃった方がいい。左から来てない。来てそうだけど。やれなかったか。え、それどういうカモン？なんかあんの？やられてんじゃねえか、お前。ああ、ごめん。見えないな。これ後ろ来てるな。味方うまい。18個。止めた？いいな、あそこ。味方結構うまくない？いいのか。ああ、おい、あれだ。2回でやられるんだ。まあ。こいつうぜえな。2回でやられんだな、ローラーの攻撃。お前、その動き危ないからマジやめろよ。
しゃみですよ。これこの試合よく勝ったね今。っていうかさ、その俺知ってる声優さんがねお亡くなりになってさ、びっくりしたよね。44歳って聞いてさ、若いよなーって、こんな若くて亡くなっちゃうんだよなーとかってさ、もう正直めちゃくちゃびっくりしたよね。その別にすごくね特別有名な人ではないのよ。まあ知ってる人は知ってるけどっていう感じの人でさ、あーマジか、びっくりしたよね。ちょっと武器が弱すぎんだけど。あ無理、クーエルやばいな。これ入れるかな。7個か。それやれるでしょ父ちゃん。無理か。クーゲルが強いんだなこのステージな。あ、今やれないか。あらとでもやってくれて。よくやれたね今。あ、俺無理だな。大丈夫大丈夫。あそこから入れてるのか。いるね。ああ、怖い。困ったな。クーゲルが強いわ。いいじゃん、そこ。いや、これやれねえか。このステージっていうかさ、この辺ほんと編成クソだよな、このゲーム。相手にクーゲルいてさ、なんでこっち銀漏れなのか、よくモデラーなのか、マジわかんねえんだけど、これ。どうやったらそんな選択肢になるの？ってか、あのモデ、クーゲル倒せなくね？
あ、勝った勝った。いやー、奇跡起きたなー。てか、なんか一回詰めちゃうとお風呂マジあの辺最強だな。敵のゴール下。敵何もできなくなるもんな。あそこやら、お風呂に詰められると。やっぱお風呂ってなー、お風呂ってなんか特定の位置に来た時に死ぬほど強いよね。なんか特定の位置に来ないと、でもなんかその能力を生かしきれないで、やられちゃうって感じだよね。ああ、かわいいこと。てか FRB が10年ぶりにあんなことやんだったら、ちょっと日本もやリーマンショック以来のあれやんなきゃダメじゃねえの。でもなんかちょっと大きく動きそうだから買い物できねえな。マジで消費税 0% にしますとか言われそうだしな。うまい、いいね。ボールのマーカーやってくれたと。あー、ごめん。あ、惜しいな今の。いないこれ。うん、こいつ戦ってても意味ねえや。飛んできてくれねえのか。何いたんだ。うまい。いないこれ。いたと思うんだけど今敵。11個か。あー、いってやられたな。まあハイドなんてやられたからいいか。
ナイス、うまい。うまいわ。天才味方。それはベストだわ。ベストの選択肢だわ、そんなの。そんなんやられたらみんな死ぬよ。うまいうまい。味方うめえわ。クラッシュブラスターでガチあさりって結構いるよな。いやー、これ割れちゃいそうなんだよな。なんでこれ割れそうになってから勝つのかね。ほんと不思議だわ、このゲーム。